オーガスタリーは、ジョン・バイロンと最初の夫人アメリア・オーズボーンの一人娘で、著名な詩人、バイロンのイボ姉。母アメリアが彼女を産んで間もなく、亡くなったため、幼少期は母方の祖母レディ・ホルダーネスのもとで育てられた。成長すると、いとこにあたるジョージ・リー大佐と結婚した。イボ・テ・ジョージとは、ジョージがハーロー校に在学していたため会うことは稀であった。二人は、 彼の母公人で文通し合う間柄であった。1804年、ジョージが実母キャサリンを亡くして悲観に暮れていた時、書き送った道場に溢れた手紙が二人を引き寄せ合う原因となった。オーガスタとジョージは連れ立っていてもはためには肉親には見えなかった。彼らが愛し合っているのは誰の目にも明らかだった。バイロンの結婚が破綻するのも、彼が国を捨てて出国したのも、 彼女との近親相関の噂に押しつぶされたからだった。当時、近親相関のスキャンダルは、社会的地位も何もかも失うこととそういなかった。1814年の春、オーガスタは三女エリザベスメドラリーを出産した。出産の数日後、ジョージは姉のケンブリッジシャーの自宅を訪問した。彼は赤ん坊と会い、自分の子だと確信したと言われている。 親しい友人であったレディメルバーンに彼は手紙を書き送っていた。ああ、しかし猿ではないよ。幸運なことにね。メドラという名前はバイロンの詩に登場する女主人公にちなんだものである。彼はこの詩を書いていた1814年1月の3週間、あまりを妊娠中のオーガスタと共に過ごしていた。オーガスタの夫リー大佐は、 メドラの本当の父が誰か生涯疑問を持つことはなかった。メドラは他の兄弟姉妹と一緒に育てられた。オーガスタの家族とジョージとその妻、アナベラ・ミルバンクがレスター・シャーの館で休暇を楽しんだのは事実である。後にオーガスタは疑前にメドラについてこう書き送っていた。ジョージに似ているわ。とてもユーモアがあるところが、別の時にもメドラはここよ。 とバイロンへ書き送ったという。後に、親族に、経済援助を断たれて、娘と暮らしていたメドラは、バイロンと、アナベラの娘エーダ・ラプレスが熱心に、経済援助をしてくれたため、自分の実の父親を知ることとなった。メドラもオーガスタも、バイロンとクレア・クレア・モントとの間に生まれ、わずか5歳で亡くなったアレグラ・バイロンと会うことはなかった。ありがとうございます。